それでは定刻数になり、定速数に達しておりますので、ただいまから総務委員会を開会いたします。本日委員会に付します案件は先に配布してあります付託表の通りであります。最初に予算議案の審議に入ります。まず議案第2号平成28年度八代市一般会計補正予算第10号中当委員会関係分の議題とし説明を求めます。委員長。はい、岩本財務部長。はい、おはようございます。岩本でございます。本委員会に付託されました議案につきましては、本日は総務委員会審査案件に従いまして各担当で説明をさせていただきたいと思いますが、各予算案件で一般会計につきましては全体の歳入を辻元財務部次長、歳出での総務費その他関係分を辻元財務部次長および増住企画振興部次長、議会費関係分を島田議会事務局次長、消防費の総務部関係総務費総務部関係分を丸山総務部次長が説明いたします。その他議案第13号の平成29年度八代市ケーブルテレビ事業特別会計予算のほか、議案第21号以降の事件議案条例議案の総務委員会関係分につきましてはそれぞれの担当課長が説明いたします。本委員会につきましては例年長時間に及びますがどうぞよろしくお願いいたします。はい、緊張。はい、辻元財務次長。はい、おはようございます。おはようございます。財務部次長の辻元でございます。よろしくお願いいたします。それでは座らせていただきまして説明させていただきます。それでは別冊となっております議案第2号平成28年度八代市一般会計補正予算第10号をお願いします。こちらでございます。総務委員会付託分につきましてご説明いたします。1ページをお願いいたします。まず第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ12億9720万円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ713億9600万円としております。次に第2条で継続費の補正を、第3条で繰越免許費の補正を、第4条で債務負担行為の補正を、第5条で地方債の補正をしておりますが、内容につきましては4ページから10ページの表で説明いたします。それでは4ページをお願いいたします。第2条継続費補正では館4衛生費、項2生活環境費の環境センター建設事業において平成28年度当初予算で継続費を設定した際の平成29年度事業費を29億1000万円としておりましたが、そのうちの緑地エリア工事分6600万円を30年度事業費分としまして年割額を変更するものでございます。5ページをお願いいたします。第3票繰越免許費補正では本年度内の事業完了が見込めない事業について繰越免許費の追加及び変更を行っております。まず1追加では館2総務費、項1総務管理費の財務書類整備事業で199万8000円の限度額設定を行っておりますが、これは新基準による財務書類の作成に必要な固定資産台帳の整備が熊本地震により作業が遅れたため年度内完成が困難となり繰り越しを行うものでございます。同じく項1総務管理費の本庁舎被害状況調査事業括弧地震災害関連で3000万円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震で損傷しました本庁舎の被害状況を詳しく調査するもので、12月に入札を行いましたが応札業者がいなかったため年度内の完了が見込めませんので繰り越しを行うものでございます。次の項3戸籍住民基本台帳費の番号制導入事業で1002万1000円の限度額設定を行っておりますが、これは今回補正計上しておりますマイナンバーカードの発行等に要する経費にかかる地方公共団体情報システム機構への交付金支払いについて総務省から熊本県を通じて繰り越しの処理を行うよう指示がありましたので繰り越すものでございます。続きまして館3民生費、項1社会福祉の
介護基盤緊急整備特別対策事業で1億1600万円の限度額設定を行っておりますが、これは社会福祉法人市政会が各務町に整備を進めている地域密着型介護老人福祉施設において、熊本地震の影響により資材及び作業員が確保できず、施設の年度内完成が見込めないため繰り越しを行うものでございます。これに伴いまして、次の施設開設準備経費助成特別対策事業で1740万円の限度額設定を行っておりますが、地域密着型介護老人福祉施設の完成後に円滑な施設の開設ができるよう開設準備経費に対し助成を行うものであるため、これにつきましても繰り越しを行うものでございます。次の項に児童福祉費の私立保育所施設整備事業で382万9000円の限度額設定を行っておりますが、これは上町保育園の改築が熊本地震の影響で園舎の解体が完了しないため、解体にかかる部分の補助金を繰り越すものでございます。続きまして、項4災害救助費の住宅応急修理事業確保地震災害関連で2870万2000円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震で被災した半壊以上の住宅に対して自らの視力で被災した住宅の修理を行うことができない被災者を対象に応急修理費用を補助するものですが、申し込み期限が本年4月13日までに延長したこと、またすでに申し込み済みの案件が年度内の完了が見込めないため繰り越すものでございます。続きまして、館4衛生費、項2生活環境費の環境センター建設事業で14億8336万8000円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震の影響で工事を4ヶ月中断し想定しておりましたが出来高に達しなかったため繰り越すものでございます。続きまして、館5農林水産業費、項1農業費の経営体育成支援事業括弧地震災害関連で11億6976万9000円の限度額設定を行っておりますが、これは被災農業支援で経営体育成支援事業補助金の追加募集に伴い今回増額補正分も含めて計上いたしますが、補助対象の189経営体のうち154経営体が施工業者の不足などにより年度内の完了が見込めませんので繰り越しを行うものでございます。次の被災住宅畳購入支援事業確保地震災害関連で100万円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震により被災された方が住宅を再建される際に畳購入に対して補助するもので、現時点で4件の申請があっておりますが年度内での住宅再建が見込めませんので繰り越すものでございます。次の農業生産総合対策事業で7億2570万円の限度額設定を行っております。これは八代地域農業協同組合および株式会社ソラが実施主体となって低コスト対抗性ハウスのを導入する事業でありますが、熊本地震の影響により作業員の確保が困難となり年度内の完了が見込めませんので繰り越すものでございます。6ページをお願いいたします。引き続き、項1農業費の産地パワーアップ事業で4億5421万3000円の限度額設定をしておりますが、これは国の二次補正に伴い意欲ある農業者等が高収益な作物栽培体系への転換を図る取り組みに必要な施設整備に対して補助するもので、計画策定から着工・竣工までに期間を要するため繰り越すものでございます。次の市内一円土地改良整備事業で950万円の限度額設定を行っておりますが、これは鏡町北新地の道路整備事業に伴う道路拡幅部の用地取得事務において一部の地権者の抵当権抹消手続きに不足の日数を要したこと、また災害関係の工事が集中したことで作業員及び資材等の確保が困難となった理由で入札不調となり年度内竣工ができなくなったため繰り越すものでございます。次の農地耕作条件改善事業で6800万円の限度額設定を行っておりますが、これは日南深海東割地区排水路改修工事及び鏡町下村内田地区排水路改修工事において
熊本地震の影響により作業員及び資材等の確保が困難となったため年度内の完了が見込めませんので繰り越しを行うものです。同じく広域農業費の水田汎用緊急支援モデル事業で240万円の限度額設定を行っておりますが、これは12月補正により予算化し暗渠排水の自力施工を行う暗渠排水施工機械の製作を進めておりましたが、熊本地震の影響で資材や作業員不足により年度内の納品が困難なため事業費全額を繰り越すものでございます。次の地籍調査事業で8800万5000円の限度額設定を行っておりますが、これは6月に着手予定であった地籍調査業務委託が熊本地震の影響に伴い国土交通省より地籍測量の作業指針が示され、その結果に基づき座標補正や検証測量を含めた事業計画変更を行ったところ、業務委託着手が10月下旬となり年度内納品が困難であることから繰り越すものでございます。次に高2林業費の道整備交付金事業で4014万6000円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震の影響から工事用資材の現場への調達に不測の日数を要したことと、林道災害復旧工事や市道災害復旧工事とが複走しその協議調整に不測の日数を要したため繰り越すものでございます。次の市内一円林道診察改良事業で1158万円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震の影響から工事用資材の現場への調達に不測の日数を要したことと、掘削後の土質が不良で盛り土の作業効率が著しく低下し施工に不足の日数を要したため年度内完了が見込めず繰り越すものでございます。続きまして関6商工費広域商工費の広域交流センター坂本館イベント交流施設整備事業各校 地方創生で5200万円の限度額設定を行っておりますが、これは国の二次補正により今回補正計上いたしております交流センター坂本館の敷地内にイベント交流施設を整備するもので年度内の完了が困難なため繰り越しを行うものでございます。次の観光施設復旧事業括弧地震災害関連で365万円の限度額設定を行っておりますが、これは昨年の台風で被災しました日名部のオリア旅館の改修工事を隣接するレンガ倉庫の解体工事後に実施する予定でしたが、熊本地震の影響でレンガ倉庫の解体工事が遅れたため年度内の完了が見込めませんので繰り越すものでございます。続きまして関7土木費広域土木管理費の要緊急安全確認大規模建築物耐震化支援事業で239万7千円の限度額設定を行っておりますが、これは耐震改修促進法の改正により大規模建築物の耐震改修工事を予定しておりましたが、熊本地震の影響で工事着工が遅れ年度内の完了が見込めませんので繰り越すものでございます。次の民間建築物耐震化促進事業で209万8000円の限度額設定を行っておりますが、これも熊本地震の影響により耐震診断を行う建築士が不足しているため年度内の完了が見込めませんので繰り越すものでございます。次の老朽危険空き家等除去促進事業で1950万2000円の限度額設定を行っておりますが、これも同様に熊本地震の影響で解体事業者の人手が不足しているため年度内の完了が見込めませんので繰り越しを行うものです。7ページに移りまして項2道路橋梁費の市内一円道路改良事業で3億862万9千円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震の影響により工事用資材や技術者等が不足しその手配に不足の日数を要したことなどの理由により繰り越しを行うものです。次の橋梁長寿命化修繕事業で9817万3千円の限度額設定を行っておりますが、これは全国の橋梁調査が年度末に集中するため点検車両の手配に不足の日数を要したことなどの理由により繰り越しを行うものです。次に高3河川費の市内一円河川改修事業で210万円の限度額設定を行っておりますが、これは漁協との協議の中で
工事時期を考慮するよう要望がなされたため、年度内の完了が困難となり、繰り越しを行うものです。次の項4、港湾費の港湾施設改修事業で、2800万円の限度額設定を行っておりますが、これも同じく漁協との協議の中で、工事の時期を考慮するよう要望がなされたため、年度内の完了が困難となり、繰り越すものです。次に項5、都市計画費の景観計画策定事業で320万円の限度額設定を行っておりますが、これは景観計画業務委託をプロポーザル方式で選定したことで、委託業者の決定に不足の日数を要したため繰り越しを行うものです。次に同項都市計画法関係事務事業で506万4000円の限度額設定を行っておりますが、これは都市計画基礎調査業務に必要な国勢調査および道路交通センサスの情報が本年7月に発表される見通しでありますので、その報告を待つため繰り越すものです。次の西方西宮線道路整備事業で6292万2000円の限度額設定を行っておりますが、これは交差点協議に期間を要し、工事発注に遅延が生じたことなどにより年度内の完了が見込めませんので、繰り越しを行うものです。次の八の字線道路整備事業で1億4523万3000円の限度額設定を行っておりますが、これは平成28年11月の国の二次補正により国の 財源措置が確保されましたが、用地交渉や用地買収をはじめその後の工事施工などには期間が不足することから、年度内の完了が見込めませんので、繰り越すものです。次の市内一円都市下水路整備事業で2944万円の限度額設定を行っておりますが、これは入札不調により業者選定が遅れたこと、また資材及び技術者等の不足により不足の日数を要したことなどで年度内の完了が困難となったため、繰り越しを行うものです。次の汚水ポンプ場施設整備事業で897万円の限度額設定を行っておりますが、これは日名部浜町ポンプ場の耐震補強工事について出水時期を避けて入札を行いましたが、入札不調となったことで適正な工期が確保できなくなったため、繰り越しを行うものです。次の都市公園安全安心対策緊急支援事業で1625万4000円の限度額設定を行っておりますが、これは球磨川河川緑地のトイレ造成工事に伴う河川専用協議に期間を要し、工事発注に遅延を生じ年度内完了が困難となったため、繰り越すものです。次の公園施設長寿名家対策支援事業で1157万2000円の限度額設定を行っておりますが、これは球磨川河川緑地のせせらぎ水路デッキ改築工事に伴う河川専用協議に期間を要し、工事発注に遅延を生じ年度内完了が困難となったため、繰り越すものです。8ページお願いします。同じく公募都市計画費の八千代地区土地区画整理事業で6613万8000円の限度額設定を行っておりますが、これは道路築造工事や宅地整地工事の支障となる建物の移転補償に期間を要し、年度内の完了が困難となったことなどによるものでございます。続きまして館8消防費項1消防費の消防施設整備事業で97万2000円の限度額設定を行っております。これは消火栓3基の設置負担金でございますが、簡易水道事業特別会計において泉町野添地区簡易水道整備事業が繰り越しになることに伴い、消火栓の設置が年度内にできませんことから繰り越すものでございます。次の防災行政無線整備事業で1071万8000円の限度額設定を行っておりますが、これは本庁同方系防災通信システムの屋外拡声器増設工事において入札を実施しましたが、熊本地震の影響により資材の高騰や機器の価格が上昇したため、当初予定していた3機を2機に減らして再度入札を行うもので、年度内の完了が見込めませんので、繰り越しを行うものでございます。続きまして館9教育費項2小学校費の泉第八小学校教職員住宅新設事業で4870万5000円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震の影響により
施工業者の人手不足などの理由で入札が不調となり、本体工事契約までに日数を要したことから、外構工事や既存住宅の解体にかかる工事について年度内の完了が困難となり、繰り越しを行うものでございます。次の項7、社会教育費の指定文化財復旧事業括弧地震災害関連で100万円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震で被災しました国指定重要文化財13重塔への補助金について想定より劣化や破損が進んでいたため、予定していた修復期間中に作業が終了することが困難となり繰り越すものです。続きまして関10災害復旧費、項1農林水産業施設災害復旧費の農業施設災害復旧事業で4808万7000円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震における災害復旧工事が集中し年度内の工事完了が困難となったため繰り越しを行うものです。次の熊本地震被災農地復旧補助金事業で117万3000円の限度額設定を行っております。これは特殊機械を使用することから施工可能な業者が限られ、受付件数の年度内完了が困難なため繰り越しを行うものです。次の林道施設災害復旧事業で1億3852万6000円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震の復旧に伴う人手不足や工期不足の理由から入札不調となり、業者選定が遅れたことと工事発注後同時期に指導復旧工事と複装し工事の調整に不足の日数を要したことで繰り越しを行うものです。次に項2、公共土木施設災害復旧費の道路橋梁施設災害復旧事業では4789万9000円の限度額設定を行っておりますが、これは熊本地震の災害復旧工事等の影響などで隣接する工事との工程調整や技術者等の調達に不足の日数を要したため繰り越しを行うものです。次の河川施設災害復旧事業で1218万4000円の限度額設定を行っておりますが、これは工事用資材等の調達に不足の日数を要し工事着手が遅れたため年度内の完了が見込めませんので繰り越しを行うものです。次の都市計画施設災害復旧事業で1015万2000円の限度額設定を行っておりますが、これは高島公園の地震による落石に伴う震災対策工事において工事用資材の調達に日数を要し年度内の完了が見込み困難なため繰り越しを行うものです。次に項4、文教施設災害復旧費の公立学校施設災害復旧事業括弧小学校で129万6000円の限度額設定を行っております。これは上柳小学校の校舎ひび割れ復旧工事において熊本地震の影響により施工業者の人手不足などから工事発注に時間を要し適正な工期の確保ができなくなったことから年度内の完了が困難となり繰り越すものです。次の公立学校施設災害復旧事業括弧中学校で128万6000円の限度額設定を行っております。これは第一中学校の校舎ひび割れ復旧工事において熊本地震の影響により施工業者の人手不足などから工事発注に時間を要し適正な工期の確保ができなくなったことから年度内の完了が困難となり繰り越すものです。9ページに移りまして2の繰り越し免許費の変更で、まず関3民生費、項1社会福祉費の臨時福祉給付金給付事業で限度額5億5397万7000円を1335万4000円増額し5億6733万1000円に変更するものです。これは国の指示により平成28年度事務費予算残額分の繰り越しを行うためでございます。次に関7土木費、項2道路橋梁費の道路維持事業で限度額3億2070万円を1億345万3000円増額し4億2415万3000円に変更するものです。これは舗装補修工事において熊本地震災害復旧工事の影響で交通誘導員の調達に不足の日数を要したこと、また災害防除工事において地震並びに梅雨前線豪雨の影響で
調査設計に不足の日数を要したことなどにより繰り越しを行うものです。鉱山河川費の地域防災崖崩れ対策事業で限度額923万6千円を51万9千円増額し975万5千円に変更するものです。これは測量設計規格について年度内完了を見込んでいましたが交付決定が遅れたため困難となり繰り越すものです。次に第4票債務負担行為補正では1追加として八代市体育施設管理運営委託において今年度末をもって指定管理期間が満了となりますので八代市総合体育館をはじめ8つの体育施設の管理運営を平成29年度から平成33年度までの5年間委託先を NPO 法人八代市体育協会とし限度額を3億5202万円に設定いたしております。10ページお願いします。第5票地方債補正でございますが1の変更でまず土地改良事業で補正額の補正前の1億7230万円から3290万円減額し1億3940万円に変更いたしております。次の河川海岸整備事業では補正前の2460万円から130万円減額し2330万円に変更いたしております。次の商工施設整備事業では補正前の4460万円から2600万円増額し7060万円に変更いたしております。詳細は18ページの歳入管21記載のところで説明いたします。なお記載の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同じでございます。続きまして歳入を説明いたします。14ページをお願いいたします。管10、公1、木1、設1、地方交付税で1億5693万1000円を計上しておりますがこれは今回の補正予算の一般財源でございます。次に管10に分担金及び負担金、公1分担金、木2土木費分担金、設1河川費分担金で地域防災崖崩れ対策事業分担金として6万5千円を減額しております。これは地域防災崖崩れ対策事業において国費等の事務手続き上事務費の一部を平成29年度に組み替える必要が生じたため個人負担分についても組み替え相当分について減額するものでございます。次に管14、国庫支出金、公1、国庫負担金、木1、民生費国庫負担金、設1、社会福祉負担金で3754万4千円を計上しております。内訳としましては障害者自立支援給付費負担金2328万4千円は障害福祉サービスの利用増に伴い1件あたりの給付額が増加したことに伴うものでございます。次の補装具給付費負担金で440万4000円の減額は当初見込みより申請件数が減少したことによるものでございます。次の障害児通所支援事業負担金1866万4000円は新規事業所の開設などにより障害児童通所サービスの利用が増加したことに伴うものでございます。次に設に児童福祉負担金で保育所運営費負担金の2719万4000円は保育単価の改正により1人当たりの保育単価が増加したことによるものでございます。次に設3生活保護費負担金1758万3000円は生活保護世帯数の増加に加え生活扶助1件あたりの単価及び住宅扶助の1世帯あたりの単価が増加したことによるものでございます。15ページに移りまして公2国庫補助金、木1総務費国庫補助金、設1総務管理費補助金で5497万円を計上しております。内訳としましてはまず通知カード個人番号カード関連事務補助金2897万円は
マイナンバー関連事務の委任にかかる市町村交付金の決定がなされたことによるものでございます。次の地方創生拠点整備交付金の2600万円は、国の二次補正に伴い広域交流センター坂本館の敷地内に体験型観光および食文化の発信拠点としてイベント交流施設を整備する事業に対して交付されるものでございます。次に目に民生非国庫補助金施設1社会福祉補助金で、地域介護福祉空間整備等交付金の185万2000円は、社会福祉法人当選会および真心宴会の二事業所が介護ロボットを導入する経費の一部に対して交付されるものです。次の施設に児童福祉費補助金で、子ども子育て支援整備交付金の685万5千円は、上町児童クラブの改築事業において国庫補助率がかさ上げされたことによるものでございます。次の目4土木費国庫補助金、施設5河川費補助金で、地域防災崖崩れ対策事業交付金の82万円の減額は、先ほど分担金および負担金のところで説明しました地域防災崖崩れ対策事業の一部を平成29年度に組み替えを行うためでございます。続きまして、間15県出金、項1県負担金、目1民生費県負担金、節1社会福祉負担金で1877万2千円を計上しております。内訳としましては、国庫出金でも説明いたしましたが、まずサービス利用件数の増加に伴う障害者自立支援給付費負担金1164万2千円がございます。次の補装具給付費負担金で220万2千円の減額は、当初見込みより申請件数が減少したことによるものでございます。次の障害児通所支援事業負担金933万2千円は、新規事業所の開設などにより障害児通所サービスの利用が増加したことに伴うものでございます。次に、施設に児童福祉負担金は1359万7千円を計上しておりますが、これも先ほど国庫出金で説明いたしましたが、保育単価の改定による保育所運営費負担金でございます。16ページをお願いいたします。項2県補助金、目1総務費県補助金、節1総務管理費補助金で2194万円を計上しておりますが、これは地方バス路線維持にかかる熊本県生活交通維持活性化総合交付金でございます。次に、目2民生費県補助金、節1社会福祉費補助金で454万8千円を減額しておりますが、これは重度心身障害者医療費助成事業費補助金が当初見込みより助成件数が減少したことによるものでございます。次の、節に児童福祉補助金で240万円の減額は、先ほど国庫出金のところで説明しました上町児童クラブの改築事業において国庫補助率がかさ上げされたことに伴い、県の放課後児童クラブ整備費補助金の補助率も変更となったことによるものでございます。次に、目4農林水産業費県補助金、節1農業費補助金で6億1363万6千円を計上いたしております。内訳としましては、まず経営体育成支援事業補助金の2億5718万3千円は、熊本地震による被災農業者向け経営体育成支援事業補助金の追加募集に伴います事業費の増額によるものでございます。次の、飼料用米等利用拡大支援事業補助金の160万円の減額は、実施主体が当該補助金ではなく別の補助事業を利用し実施することになったことによるものでございます。次の、産地パワーアップ事業費補助金の4億5421万3千円は、国の二次補正に伴い意欲ある農業者等が高収益な作物栽培体系への転換を図る取り組みに必要な施設整備に対して補助されるものでございます。次の、多面的機能支払い交付金事業補助金の6163万8千円の減額は、当初立ち上げを予定していたうちの10組織が
地元の合意形成ができず設立できなかったことなどによるものでございます。次の熊本県農業農村整備事業補助金2728万1000円の減額は、土地改良区が事業主体の八代平野北部地区及び本郷地区の用水路改修の採択が見送られたことなどによるものでございます。次の多面的機能支払い推進交付金152万6000円の減額は、2つ上の内容で説明しました多面的機能支払い交付金事業補助金と同様に、当初立ち上げを予定していたうちの10組織が地元の合意形成ができず設立できなかったことなどによるものでございます。次の農産漁村活性化プロジェクト交付金事業補助金の571万5000円の減額は、国において本事業が廃止されたことによるものでございます。次に木後土木費権補助金設4河川費補助金で41万円の減額は、先ほど分担金及び負担金及び国庫支出金のところで説明しました地域防災崖崩れ対策事業の一部を平成29年度に組み替えを行うためでございます。次に間17項1給付金目1総務費給付金節1総務管理費給付金で5000万円を計上しておりますが、ふるさと元気づくり応援給付金への寄付申し込みが増額となったことによるものでございます。なお寄付総額のうち市への直接申し込み分の最終見込みは12月補正時の2億円に対し2億5000万円を見込んでおります。17ページに移りまして、目2民生費給付金節1 社会福祉給付金73万2000円は地域福祉基金給付金への寄付申し込みが増額となったものでございます。次に間18繰入金項1基金繰入金目6節1ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金の2794万2000円はふるさと納税の増額に伴い給付金額に連動して発生する関連経費に繰り入れるものでございます。次に間19項1目1節1繰り越し金の2億6454万5000円は本補正予算の一般財源でございます。18ページお願いします。間21項1地裁目3農林水産業節1農業祭で3390万円を減額補正しております。説明欄一番上の県営経営体育成基盤整備事業負担金から一番下の農業基盤整備促進事業まで6種類に分けて増額と減額を記載しておりますが、これらはいずれも本年度の県営土地改良事業に関わるものでございまして、各事業地区の事業費が確定したことからそれぞれの記載対象事業費の 90% を再計算し当初予算との差額について補正するものでございます。内訳としましては、まず県営経営体育成基盤整備事業負担金が3140万円の減額、次の県営地域水田農業支援排水対策特別事業負担金が2510万円の増額、次の県営海岸保全事業負担金が100万円の減額、次の県営淡水防除事業負担金が2850万円の増額、次の基幹水利ストックマネジメント事業負担金が3980万円の減額、次の農業基盤整備促進事業が1530万円の減額となっております。次に目4商工祭節1観光祭の2600万円は、先ほど国庫支出金のところで説明いたしました広域交流センター坂本館イベント交流施設整備事業にかかる記載で、記載対象事業費から国庫支出金を差し引いた額の 100% でございます。次に目5土木祭節2河川祭で30万円の減額をしておりますが、これは先ほど分担金及び負担金と国庫支出金のところで説明しました地域防災崖崩れ対策事業で事業費の一部を平成29年度に組み替えたことによるものでございます。
以上、今回補正の歳入の説明といたします。続きまして歳出を説明いたします。19ページをお願いいたします。単に総務費でございます。項1総務管理費、目1一般管理費では7403万5000円を計上しておりますが、説明欄の職員給与経費4609万3000円は早期退職者等3名分の退職手当の追加でございます。またふるさと納税事業の2794万2000円は寄付総額の増額に伴いまして、給付金額に連動する返礼品および業務委託料等に不足が生じたため、その関連経費を補正するものでございます。次に目7交通防犯対策費では、生活交通確保維持事業で1億9458万7000円を計上しております。これは地方バス路線の維持費にかかる補助金で、三幸バス株式会社および株式会社麻生交通に対しまして補助するものでございます。なお特定財源としまして県補助金がございます。次に目10の所費では国建設金等返還金事業で1億839万6000円を計上しております。これは障害者医療費国庫負担金や生活保護費国庫負担金など可燃度に交付された国建設金の生産に伴い超過交付分を返還するものでございます。続きまして項3目1戸籍住民基本台帳費節19負担金補助および交付金で2897万円を計上しております。これはマイナンバーカードの発行等に要する経費で、同事務の委託先である地方公共団体情報システム機構へ交付するものでございます。なお財源は全額国庫出金でございます。ページが飛びまして22ページをお願いいたします。下の表で間12消失金、項1基金費、目5ふるさと八代元気づくり応援基金費、節25積立金で5000万円を計上しております。これはふるさと納税による寄付申し込みが見込みより多くなったため、積立金の不足額を補正するものでございます。以上、歳出の説明といたします。これで平成28年度八代市一般会計補正予算第10号の総務委員会付託分の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、ただいま説明が終わりました。以上の部分について質疑を行います。次ありませんか。はい、金田委員。繰り越しの総額はいくらぐらい、トータルでいくらぐらいだったんですか。でこれだけあればですよ、あの今年次年度へ影響の大分があったと思うとですが、今年度に どれだけ影響があるものかですよね。と、まあ、それはもう全然金額的なものじゃなかったですが、まあ、予算にもだいぶ影響する話ですけど、どの程度影響があったものかで、まあ、ちょっと簡単にもう感覚でこれですけど、その辺が、まあ、答える人の感覚でこれですが、その辺をちょっとお知らせください。はい、尾崎財政課長。財政課の尾崎です。おはようございます。今回の、ですね、繰り越し免許費につきましては、あの熊本地震による影響で、12月の補正時の、繰り越し免許費の設定も含めますと、事業で、59事業、設定金額が約90億円になっております。またここ数年はあの国の補正予算措置に伴う繰り越し事業の関連でですね、設定数があの増えているのも事実でございます。今回は地震災害関連で多額の繰り越しが発生し、継続的な復旧に努めるためには、やむを得ないと考えておりますが、あの引き続きですね、安易な繰り越し事業が発生することがないよう、事業計画との精査に心がけたいと考えております。はい、金田委員。で、まあ、多額な金額だったと思います。で、まあ、その中でこうあの言いたかったのは、そのような執行に努めてもらうまでですが、今年度にどの程度影響があったかというところはですね、
今年度も計画通りにな事業を行われるつもりなのかですよ。計画通りならまた次年度に落ちるじゃないですか。でその辺で予算の組み方に影響になったかなと思ったことだったんですよ。はい、その辺については誰が答えていただけますか。はい、岩本財務部長。はい、繰り越し事業は大変多いわけなんですけれども、まあ、工事との関係でですね、その辺建設部あたりともいろんな意見を聞いておりますけれども、一応こういう繰り越しがあっても当初予算でいろいろ建設分で予算計上しております。で当然年度内また完了できるというような見込みで、予算化をしているところでございます。影響はない。はい、いいですか。はい、はい、そのようにですね心がけていただきたいなというふうに思います。はい、おかわりませんか。はい、亀田委員。この5ページですね、繰り越しの3000万本庁舎被害状況調査事業の3000万なんですが、入札が不調ということだったんですが、その原因と今後及ぼす影響というのはどのように観測されますか。はい、尾崎財政課長。はい、実際応札者がいらっしゃらなかったということでですね、非常にその要は今忙しい他のですね、震災関連で忙しくて対応できる業者がいらっしゃらなかったということなんですが、まあ、改めてですね、まあ、県内全域落ち着きを取り戻しつつありますので、今後、まあ、新年度になりまして改めてですね、入札することで、応札していただける業者がいらっしゃるものということで、繰り越しを予定しております。今後 その、影響につきましては多少今後のですね、計画が、遅れる関係でですね、時期的にもですねこの、委託分の結果を待ってですね今後の解体等につながっていく関係で、スケジュール的には多少遅れるかなというふうに、考えております。はい、亀田委員。計画が送るって話は何も聞いてないんですかって。いつ過ぎるんだったんですか。聞いてるんだよ。はい、岩本財政部長。財務部長。はい、その全体計画の中での話ではなくて、うん、一応今課長が言いましたのはその解体作業関連の分で若干想定していた時ものより遅れてるというところで、庁舎建設全体の中では速やかにその分はクリアしながら聞きますので、今の庁舎建設の全体計画の中では影響は今のところないというふうなところで、計画内に収まるというところでの想定をいたしております。はい、亀田。特例作業を使うの使うんだって言っていろいろあったか1年前ですよね、確か。で1年経過しとって財源の見通しもつかんとか計画の遅れがないという話なんですか。いい限りですか。1年前に特例作業使うの使うんだという話になったですよね。で旧庁舎でいろいろあったじゃないですか。なんか言われも船長よく答え避難場を受けた覚えがあります。もう来る途中ですね、あ1年前だったかなと思いながら思ったんですが、1年経っても財源の手当がついてるんじゃないですか。でそれで遅れてないといい。これが終わらんと災害対策さえですか。そこは確定的にどうでしょう。で財源の手当がついたのってことじゃないですか。とは違うとですか。その日の見解をお知らせください。はい、尾崎財政課長。今回の調査に基づいてですね、うん、その調査結果で災害復旧対策事業債ですね、うん、そちらが活用できるというふうに考えております。考えております。はい、その調査結果によって、はい、ということですね。はい、
はい、亀田委員。で、一部量を災害復旧裁判使うという情報もちょっと聞いたような気がするんですが、これがこれでダメだったら特例裁判使うという話なんですか。はい、尾崎財政課長。ちょっとよ詳しくは話をしてくれんかな。どちらつ切ってくれて、はい、そのようになりますが、現在の、予定といたしましては災害復旧対策事業者が活用できるというふうに考えております。はい、亀田委員。大臣1年経っても財源の手当が確定できとらんじゃないかですか。そこ遅れとらんという話なんですかという部長。はい、はい、岩本財務部長。現在の状況の中では災害、一般災害、一般単独災害復旧事業債を使うというようなところで計画を推進しております。部長、はい、今 お聞きのは、はい、その3000万という部分で、はい、その建物がまだ、お札が なってない。でそれがちゃんと建物がどうなのかということがわからない状況の中で財源が確保できますかというこういう話なんですけども、でそれによって 45% とか 85% までの枠の中で、一般災害復旧債という部分が、どこに当たるのかという部分が出てくるんだろうというようなことだろうと思うんですけども、そこについては、まだそれが確定していない状況の中で財源が確定していない状況の中で計画が進んでいるかどうかという、まあ、こういう話だろうと思うんですけども、遅れがないというんだったけどね。はい、はい、今でしょ。そうですね、記載事業といいますのはその記載何を使うかというところで事業で、うん、いろいろ推進していきます。で当初というか記載するのにはいろんな県との何て言うんですか、ヒアリングとかそういうのをやりますけれども、まあ、そういう今現在では具体的な金額とかいうところでの折衝はまだやってないんですよね。で計画の中で、こういう記載を使いますということで、まあ、計画を立てている、それで推進しているというような状況です。はい、亀田委員。やってるんですよ。財政計画の変わっていくって言うのですか。今年度において特例債をどれだけ使えるか、災害復旧債がどれだけ使えるかっていう気のストレスばってん、もう部長が大丈夫と言いなればもう部長の話を信じらんばなんですが、どうもなんかその意に影響があるような気のしてるする気のしならんとですよね。今の話を聞くと大丈夫なんですか。はい、山本財務部長。この委員会が終わりましての所管事項調査の中で、財政計画を見直した分についての説明をさせていただく予定でありまして、その中でまた今亀田議員にお尋ねの部分は詳しいところでお話をさせていただく予定にしておりましたところです。うん、はい、亀田委員。でこれが確定せんまでしたい、その財政計画も確定できないような気の人ですけどね。はい、尾崎財政課長。今回たまたまですね、この調査のですね、応察者がいらっしゃらなかったということでですね、発注が遅れておりますけども、うん、発注の結果 その調査の結果ですねにつきましては、もう他の他市の状況を見まして、人吉とかですね、他市の状況を見まして、見込みとしましてはもう災害復旧対策事業債が使えるだろうと見込みが大きいものですから、そのように今判断しているところでございます。はい、亀田委員。初めからそこ言ってもらいました。だって見込みでそれでしておくわかっちゃう気もしますけどね。大丈夫なんですね。だからどっちが先か聞くか大丈夫だって、ここが確定できれば、まあ、だから初めから見込みで人って言うなれば次話しますセンターとかって見込みで大丈夫なんですね。はい、岩本財務部長。はい、大丈夫な見込みで今大丈夫な見込みちょっと表現がおかしかったんですけど、大丈夫です。大丈夫です、ね、大丈夫です。はい、はい、亀田委員。部長は見込みで言わなくてくれる、こうやってですね、はい、しっかりだってもう強制的にもオーバーですけど認めるってことは、そのような曖昧にはやっぱりこうしっかりした説明はせんばでした。
手は上げるか上げるかの話になってきますけど、共同責任も合わせるような説明文をお願いします。はい、はい、誰かあれば言うてきて、はい、もらいたかですが、はい、のあと一つ7ページの計画はちょっとわからんだったもんですけど、景観計画策定事業プロポで行ったから不足の日程をしたという話かと伺っていますが、プロポーザルで行えばこうなんか暇いっちゃう話なんですか。どのような話だったんですか。どちらがお答えになりますか。はい、尾崎財政課長。こちらにつきましては発注にですね、要は業者の選定にミスを許したということで、繰り越しになっております。プロポーズしたけに決めた人が湯野建設部次長。はい、おはようございます。建設部の湯野でございます。この景観計画の策定事業これにつきましては、当初は指名競争とかそういったもので当初計画していたんですけども、一般公募を行ってプロポーザル方式で選定を行うというようなことにいたしましたものですから、ちょっと期間を要したということになっています。以上でございます。はい、神田議員。分かりました。でも一つ19ページの歳出、ちょっと私が聞き逃した部分かもしれないんですが、ふるさと納税が2700万あったということで出すという事業で出すということですよね。歳出でしょうか。で、歳入もあってしかるべきだと思うんですが、歳入はちょっと見当たらんとですが、その辺の話を聞かせてください。尾崎財政課長。歳入につきましてですね、その前の16ページの一番下段にですね、どうですか、ごめん見直す、寄付金ということで5000万、はい、すいません、歳入予定でございます。失礼しました。はい、まあ、一つよかった、はい、最後に先ほど部長が後で終わってから財政計画を話すという話になったんですが、どういうふうにしたのでしょうかね。財政計画のある程度中にした方が、まあ、これは意見なんですが、皆さんのそうしとった上でこの話は聞かんば聞きにくいかなという、まあ、聞かしたものですけど、ちょっと発言させていただきました。うん、どういう思いになりますか。はい、岩本財務部長。まあ、計画はですね、今回出します以前の計画がもともと基本にありまして、そしてそれを見直したということで、そうですね、予算をいろいろ私たちも作業する際は財政計画を一つの柱として、やってます。作業もですね、で今回今回この3月補正までは前回の財政計画に基づくような話になります。で、当初になりますと新しい財政計画をというようなところで、ちょうど3月の補正と当初ということで、まあ、分岐点みたいな形になってますので、ちょっと入れ込んで分かりにくいところもあるかと思いますがけれども、まあ、財政計画を聞かないと審議できないかどうかというところはちょっと考え方いろいろあるかと思いますので、そこは私たちは、まあ、今の状況で審議していただいて大丈夫だというふうに思っています。分かりました。はい、亀田。分かりました。まあ、先ほどの3000万の話でその後の状況の変わってくるかなと思ったもんですけど、発言したことでした。まあ、あとは皆さんのお考えで無理は言いません。はい、他は聞きませんか。はい、はい、中村委員。熊本震災で非常にこう業者も不足している人材がというのは、要するに、業者の人たちも
人手足らんという意味だと思うんですよね。これ数々この中にありますので、あの早く手打ってですね、これはもう業者の対応だから仕方ないかもしれませんが、この前もあの小池消防でも一回あの 本庁をやられて入札に業者がなかったって、ただ、今回目処がつきましたというような答えもあっておりますので、これはもう業者の問題じゃあろうけど早く手を打ってですね、そして 人材不足っていうのがいくつかありますので、早めに、まあ、あの行うことがこの繰り越し免許も減るだろうし、行政の目的もですね達成されると思いますので、そこはですね、業者ばかり任せずに何かあのいい方があれば、行政としてももうそういう業者不足を対応をっていう理由がないような対応をですね、一日も早くやってもらいたい、これは要望でございます。それといいですか、はい、だからいい。それとさっきふるさと納税5000万、その中で極端な話すると2700万か、まあ御礼というような言い方がありましたけど、今日新聞に、なんかこれだいぶ全国的に問題になって 御礼品が非常にこうあの高くついて、かえってどうだろうかというようなこともなっておるようで、新聞にもよると2割から4割ぐらいを御礼に変えているというところがあのたくさん日本中でもあるというようなことですが、安さはいかがなんですかね、いくらぐらい、あのこれは人件費まで、ね、内容が変わって約5割近くがになっておると思うんですが、ちょっとそれ、尾崎財政課長。八代市につきましては、平均なんですが、34.4% の、分を、おおむね返礼品としてお返ししております。純粋委員長、3割4分ぐらいをお礼としてやってるということですね。はい、分かりました、他ございませんか。はい、西山委員、繰越免許費5ページ5、9ページにわたっての話なんですが、先ほどお話がありましたように、今年度はとりわけ震災の影響で、これに関連しての繰り越し理由が多かったかなという印象でございます。直接的あの復旧に関する事業、あるいは地震により影響を受けた項目、多々あろうかと思うんですけれども、基本的な考え方を2点お尋ねしたいと思います。1点は、契約繰り越しもあった未契約繰り越しとあろうかと思うんですが、さまざまな契約行為の中にあって、標準日数としての工期設定、いわゆる適正工期という従来の考え方がある一方、人手不足、資材の調達、あるいは事業の調整あたりに鑑みますと、とりわけそういう状況の上に立って、後期契約履行期限の設定は柔軟に対応する必要があろうかなというふうに思っておりますが、それぞれの部署の契約がありますので、ここには結構ですけれども、基本的にそういった八代市としてですね、どういう考え方に立っていらっしゃるか、柔軟に後期を設定される思いがられるかというのが1点、2点目なんですけれども、繰り越しますと、そもそも当初工期を必要な人数繰り越しということになるかもしれませんが、多くが実際長くなる、極端に言うと年度来年度末までなろうかと思います。そうした中で契約した金額を最後の出来高払いっていうやり方もあるかもしれませんけれども、契約内容によっては部分払い先に支払うことが可能なっていうような契約が結構あろうかと思います。年度末も時間がありませんけれども、業者からの手続き申請があれば、適切にそういったところの取り扱い取り計らいなさっていらっしゃると思いますが、そこら辺の取り扱いの観点ですね、後期が長引けばやはり事前 の資金調達も必要かと思いますが、いかがお取り扱いでいらっしゃるか関連としてお聞かせいただきたいと思います。以上2点、尾崎財政課長。すみません、ですね、2月になりましてですね、県の方からの通知等でそういうような適正工期とかですね、あと労務単価等についてもですね、
勤務しまして、今の状況、高騰している状況がありましてですね、それに対応できるようにというふうな県の方からの通知も来ておりまして、それに市も合わせるようなことも、今後の発注についてはですね、されるというふうに聞いております。それと、繰り越しもですね、今回設定しているのはあくまでも限度額でございまして、そういった出来高ですね分については、検査後ですね、出来高払い等もですね、そのできる分の講習についてはされるということで、一応あくまでもこの繰り越しの今回設定しているのは限度額ということでご認識いただきたいと思います。はい、西山委員。はい、限度額というのは徐々承知した上でのですね、とりわけ地震があったから心配してお聞きしたところですが、はい、まあ、おっしゃっている意味は理解できましたので結構です。ありがとうございます。はい、成松委員。いや、あ、同じでした。あ、はい、はい、はい、前川委員。はい、1点だけお伺いいたします。今回の繰り越し59事業の90億というふうに先ほど聞きましたが、これは多分じゃなくて昨年の地震による影響ではあるんですけども、まあ、昨年よりどれぐらい繰り越しが多かったかとか、平均的にもどれぐらい今回は多かったのかだけでよろしいですが、お伺いいたします。はい、尾崎財政課長。参考までに26年度のですね、繰り越しが37事業でございまして、29億8000万と、27年度の繰り越しが33事業で、16億8000万の、繰り越し額でございました。と比べますと、今回は、事業数も、20事業、金額については60億以上、多くなっております。はい、わかりました。はい、はい、よろしいです。はい、はい、どうございませんか。一つ、はい、はい、これだけやっぱり繰り越しが分かればですよ、次年度に影響するとですよ、せんと言いながらすぐだけに溜まっていくとですね、だって確か60億だったでしょうか、1年今年度の事業費確か60億くらいで設定したっていう建設計画、まあ、ちょっとさ記憶違いならいかんですけど、それで90億するとですね、絶対影響するはずなんですよ。で、影響してよかったら影響しちゃならん事業なんだと思うとですが、環境センターなんか影響し中ごとしていただきたいんですけど、その資金はまあ、メリハリをつけてしならまったでしょうが、確約できるものがありますかね、予算の執行者として。はい、岩本財務部長。はい、確約といいますか、今の段階で申し上げられますのは、これだけもう予算化しておりますので、まあ、行政側としましても、その発注側で相手側いろいろ話をいたしまして、年度内執行予算執行できるような形で、努めていくというところで、気持ちは持っております。よろしいですか。はい、他ございませんか。はい、堀委員。はい、関連ですけど、ずっとメモを取りながらやっぱ見てると、業者不足盗撮がなかったとかですね、資材高騰とかっていうことばっかりだったんですけど、まあ、その入札 そのメンバーの中にですね、例えばここのケースあって思うとですけど、まあ、八代市内業者優先だったりとか、県内だったりとか、九州管内だったりとか、こうどんどんこう枠が広がっていくと思うんですよね。で、その辺 その入札に応札できなかった業者さんが、まあ、例えば市内だけじゃできなかったら、じゃあ県内にも広げるのかとか、給食が何も広げるのかとかっていう、その辺の、まあ、考え導入してでもこう今の数字をクリアしていくっていう方策っていうのはこう考えられるんですかね。はい、はい、岩本財政財務部長。はい、まずは入札不調に終わった場合は仕様を見直すとかいたしまして、うん、いろいろやりますので、それで、もう執行できるような段階に行けるようにいろいろ工夫しながらまた検討はしていきたいと思っています。うん、
はい、堀井。はい、そう、仕様を見直すっていうのは結局ですよ、八代市内の業者さん優先ってそれはやりたいですよね。しかし事業年度の間に完了できんという見込みがあればやっぱりするも合わせないかんわけですから、じゃあ県内に広げようって言ったときはどうしてもやっぱ経費がかかると、その、移動とかですね、その分の、まあ使用っていうのはその見積もりにもそういった経費を上乗せしてっていうことでもで理解していいんですかね、それとも事業の計画そのものですか。山本財務部長。まあ、事業計画そのものというところが基本だと思いますけれども、あと基本に立てますのはやはり市内業者優先というところでいろいろ業者選定してますので、まあ、それで、まあ、どうしてもということであればまたその選択肢もいろいろありますので、念頭でありますというかこちらで今入札関係でやはり一番基本方針は市内業者優先というところでの選定をやっております。でそこで、まあ、まずはというところで行ってますので、そういう状況でございます。はい、わかりました。はい。他ございませんか。よし。はい、他になければ以上で質疑を終了いたします。意見がありましたらお願いいたします。よし。内容でございます。なければこれで、これより採決いたします。議案第2号平成28年度八千代市一般会計補正予算第10号中当委員会関係分について。原案の通り決議に賛成の方の挙手を求めます。挙手全員と認め本案は原案の通り可決されました。執行部入れ替えのため紹介いたします。次に議案第6号平成29年度八代市一般会計予算、予算中当委員会関係分を議題とし説明を求めます。それではまず歳入等について財務部から説明をお願いいたします。はい、辻元財務部次長。はい、それでは引き続き座らせていただきまして説明をいたします。よろしくお願いします。説明に入ります前に、先ほど補正予算の説明の中で、16ページになりますけれども、県補助金の総務費県補助金の補正額につきまして、2149万円を2194万円と申し上げました。ご訂正を申し上げませんでした。はい、それでは別冊となっております議案第6号平成29年度八代市一般会計予算をお願いいたします。総務委員会付託分につきましてご説明いたします。こちらでございます。よろしくお願いします。それでは歳入などを説明いたします。それでは一般会計予算書の3ページをお願いいたします。まず第1条歳入歳出予算でございますが、今回予算総額を歳入歳出それぞれ657億5650万円と定めております。第2条は債務負担行為、第3条は地方債でございますが、内容につきましては9ページから11ページの表で説明いたします。次に第4条一時借入金でございますが、本市の最低現金に不足が生じた場合にその支払いの資金を補うために一時的に金融機関から借入れを行いますが、その借入の最高額を85億円と定めております。第5条歳出予算の流用でございますが、各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。続きまして9ページをお願いいたします。第2条債務負担行為でございます。まず市県民税納税通知書作成等業務委託各項コンビニ収納対応でございます。期間を平成29年度から30年度まで限度額を550万6000円に設定しております。次に軽自動車税納税通知書作成等業務委託各コンビニ収納対応でございます。期間を平成29年度から30年度まで限度額を411万5000円に設定しております。次に固定資産税納税通知書作成等業務委託各コンビニ収納対応でございます。期間を平成29年度から平成30年度まで限度額を646万9000円に設定しております。
次に生活困窮者自立相談支援委託でございます。期間を平成29年度から32年度まで、限度額を5539万6000円に設定しております。次に平成29年度土地改良融資事業に対する元利補給金でございます。期間を平成30年度から44年度まで、限度額を1億368万9000円に設定しております。次に10ページをお願いいたします。第3票地方債でございます。それぞれ記載の目的、限度額、記載の方法などを定めているものでございます。詳細は50ページから53ページの歳入間21記載のところで説明いたします。続きまして17ページをお願いいたします。歳入でございます。歳入につきましては相当なページ数となりますので、国県の資金など事業に伴う特定財源につきましては主なものを説明いたします。それでは間1市税でございます。まず項1市民税、目1個人で47億1600万円を計上しております。前年度と比較しますと3800万円の増でございますが、平成28年度の決算見込みなどから算出したものでございます。次に目2法人で10億2900万円を計上しております。前年度と比較しますと1億4290万円の増でございますが、これは国の地方財政計画を反映したことによるものでございます。続きまして項2固定資産税、目1固定資産税では土地家屋焼却資産にかかるもので74億9781万2000円を計上しております。前年度と比較しますと2600万1000円の減でございますが、熊本地震による影響で被害を受けた資産の除却、減価による焼却資産の減少が見込まれることが主な要因でございます。次に目2国有資産等所在市交付金は4232万8000円を計上しております。これは国県の施設が所在する市町村に交付されるものでございます。続きまして18ページをお願いいたします。項3軽自動車税は前年度の決算見込みなどから前年度より2500万円増の3億9670万円を計上しております。続きまして項4 C タバコ税は前年度の決算見込みなどから前年度より1900万円増の8億7900万円を計上しております。また項5入湯税では前年度の決算見込みから前年度より90万円増の1420万円を計上しております。続きまして19ページをお願いします。間2地方譲与税でございます。項1目1地方気圧譲与税でございますが、前年度より2400万円増の1億5700万円を計上しております。これは国税である地方気圧税の 42% が指導の延長面積に応じ市町村に交付されるものでございます。続きまして項2目1自動車重量乗用税でございますが、国の見込みを参考に3億4300万円を計上しております。これは国税として徴収される自動車重量税の1000分の407が市町村等の延長面積に応じ市町村に交付されるものでございます。前年度より2100万円の減ですが、国の地方財政計画を反映したことによるものでございます。続きまして項3特別トン乗用税でございますが、前年度と同額の2380万円を計上しております。これは外国貿易船の入港に際し船の巡トン数に応じ港の所在市町村に乗与されるものでございます。続きまして20ページお願いします。間3利子割交付金では1060万円を計上しております。これは県が徴収した県民税利子割収入のうち個人にかかる利子相当分の5分の3の額が個人県民税の収入割合に応じて県から市町村に交付されるものでございます。国の地方財政計画などを参考に前年度より740万円の減で見込んでおります。続きまして間4配当割交付金で前年度同額の4400万円を計上しております。これは県に納入された配当割に相当する額に
政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額が個人県民税の収入割合に応じて県から市町村に交付されるものでございます。続きまして官5株式等譲渡所得割交付金では国の見込みなどを参考に前年度と同額の2390万円を計上しております。これは県に納付された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率に乗じて得た額の5分の3に相当する額が個人県民税の収入割合に応じて県から市町村に交付されるものでございます。続きまして21ページをお願いします。官6地方消費税交付金で25億2100万円を計上しております。これは県の地方消費税収入額の2分の1相当額が国勢調査の人口および事業所企業統計調査の従業者数などに応じて市町村に交付されるもので2億5500万の円の減となっておりますが、これは平成27年に行われた国勢調査において人口が減少していること、また全国的に消費が伸び悩んでいることが要因でございます。続きまして官7五六条利用税交付金で前年度より120万円減の450万円の計上しております。これは県に納められた五六条利用税の10分の7に相当する額が五六条設置に伴い市町村の財政需要などに配慮し五六条所在の市町村に交付されるものでございます。続きまして官8自動車取得税交付金でございますが、国の地方財政計画を反映し前年度より1400万円増の7900万円を計上しております。これは県に納められた自動車取得税に 95% を乗じた額の10分の7に相当する額が市町村道路の延長および面積に応じて市町村に交付されるものでございます。続きまして22ページをお願いします。官9項1地方特例交付金目1減収補填特例交付金で前年度の決算見込みから5070万円を計上しております。これは個人住民税における住宅ローン控除による減収分を補填するもので国から交付されるものでございます。続きまして官10地方交付税では前年度の決算見込みや国の見込みに基づき157億7000万円を計上しております。これは国から交付されるもので基準財政需要額と基準財政収入額の差額に対し交付される普通交付税および特別な財政需要を考慮して交付される特別交付税でございます。前年度と比較しますと1億8083万7000円の減でございますが、合併算定外による特例が平成28年度から平成32年度までの5年間にわたり段階的に削減され一本算定へと移行することに伴う減少や地方財政計画を反映したことによるものでございます。続きまして官11交通安全対策特別交付金では2300万円を計上しております。これは道路交通法違反で納付される発足金が交通事故の発生件数等をもとに国から交付されるものでございます。続きまして23ページをお願いします。官12分担金及び負担金でございます。まず項1分担金目1農林水産業費分担金節1農業費分担金で9200万円を計上しております。これは市内1円の排水路改修工事の事業分担金でございます。次の目2土木費分担金節1河川費分担金の6万5000円は地域防災崖崩れ対策事業における個人負担分でございます。次に項2負担金目1総務負担金総務費負担金1056万6000円は八代地域イントラネット運用にかかる氷川町負担金998万2000円が主なものでございます。次に目2民生費負担金で7億4435万3000円を計上しております。まず節1社会福祉負担金3144万7000円は主に老人福祉施設入所者負担金でございます。次の節2児童福祉費負担金の7億1290万6000円の主なものは
下の方にあります施設型給付公立保育所保育料と施設型給付私立保育所保育料などでございます。続きまして24ページをお願いします。目4農林水産業費負担金、節1農業費負担金300万円は育成収穫期ハーベスタの導入支援にかかる氷川町負担金でございます。次に間13使用料及び手数料でございます。項1使用料、目1総務使用料で2880万5000円を計上しております。前年度より959万7000円の増でございますが、平成29年度から甲府公民館がコミュニティセンターとなることに伴い、28年度まで目4の農林水産業使用料で計上していた農事研修センター使用料や目8の教育費使用料で計上していた公民館使用料などが本目のコミュニティセンター使用料へ移行したことが主な要因でございます。次に25ページになりますが、目3衛生使用料2377万1000円は主には最上使用料及びパトリア船長を改め船長健康温泉センターの温泉入館料などでございます。次に目4農林水産業使用料で141万5000円を計上しておりますが、前年度より61万6000円の減の要因として、先ほど総務使用料で説明しましたコミュニティセンター移行に伴い28年度までの農事研修センター農村婦人の家流放農業研修所の使用料が廃止されたためでございます。次に26ページに移りまして、目66使用料でございますが、2億6132万9000円を計上しております。節1道路橋梁使用料4187万2000円は電柱などの道路専用料が主なものでございます。次に節4住宅使用料2億1658万5000円は市営住宅全30団地分の公営住宅使用料などでございます。次に目8教育使用料で5062万8000円を計上しております。前年度より1010万2000円の減の要因は、先ほど総務使用料でも説明しましたコミュニティセンター移行に伴い公民館使用料などの減によるものでございます。なお主なものは節2の幼稚園使用料1120万9000円のうち、幼稚園保育料の1118万5000円および節3社会教育使用施設使用料2594万円での厚生会館や博物館などの使用料。27ページになりますが、節4社会体育施設使用料861万2000円での夜間照明使用料などでございます。続きまして28ページをお願いいたします。項2手数料、目1総務手数料で7180万7000円を計上しておりますが、主なものは住民票や印鑑証明などの発行にかかる節3の戸籍住民基本台帳手数料5800万円でございます。次に目3衛生手数料3億3892万9000円でございます。主なものは節2の生活環境手数料での清掃センターへの搬入ごみ処理手数料やごみの有料指定袋処理手数料でございます。次に29ページをお願いします。間14国庫支出金でございます。項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金は74億3679万7000円で、前年度より1億8577万9000円の増となっておりますが、その要因は障害者自立支援給付費負担金で7255万4000円の増、保育所運営費負担金で7763万3000円の増が主なものでございます。まず節1の社会福祉費負担金18億7144万2000円で主なものは、説明欄2つ目の障害者の生活介護等にかかる障害者自立支援給付費負担金でございます。30ページお願いします。
次に施設に児童福祉費負担金34億1765万2000円でございますが、私立の保育所運営費負担金、中学校まで支給される児童手当負担金、一人親家庭等に児童を養育する手当を支給する児童扶養手当負担金が主なものでございます。続きまして項2、国庫補助金、目1、総務費国庫補助金では1億341万4000円を計上しております。前年度に比べ6217万7000円の増となっておりますが、これは地方創生推進交付金が前年度に比べ5724万5000円の増が主な要因でございます。次に目2、民生費国庫補助金では1億8726万5000円を計上しております。前年度に比べ2億5448万9000円の減は、28年度の臨時福祉給付金事業補助金2億5645万4000円が全額減となったことが主な要因でございます。節1、社会福祉補助金6260万7000円の主なものは、地域生活支援事業補助金で、これは障害者、障害児が自立した日常生活、社会生活を営むために行われる地域活動支援センターや日常生活用具給付事業などに対して補助するものでございます。次に施設に児童福祉費補助金1億2042万円の主なものは、子ども子育て支援交付金で、子ども子育て支援制度における子育て援助活動支援事業や放課後児童クラブ鑑賞時間延長支援事業などの地域子ども子育て支援事業等に対する補助でございます。31ページに移りまして、次に目3、衛生費国庫補助金26億9044万9000円でございます。前年度に比べ14億5214万1000円の増加は、主には施設に生活環境費補助金の中に記載しております環境センター建設にかかる循環型社会形成推進交付金の増によるものでございます。次に目4、土木費国庫補助金6億3870万9000円でございます。前年度と比べ3億8760万8000円の減は、主に南部幹線道路整備事業の市施工区間の完了に伴い、その補助金3億5750万円が全額減となったことによるものでございます。まず節1、道路橋梁費補助金2億6930万円の主なものは、道路ストップ点検修繕事業、東西アクセス線改良事業及び橋梁長寿命化修繕事業でございます。節2、都市計画費補助金2億7169万2000円は、西方西宮線八の字線の道路整備事業、また一番下の八千代地区都市区画整理事業などでございます。続きまして32ページお願いします。節3、住宅費補助金7023万1000円は、公営住宅ストック総合改善事業補助金や下から2番目の老朽危険空き家等受却促進事業補助金などでございます。また節4、港湾費補助金2666万6000円は、鏡港白地の浚渫工事によるものでございます。次に目5、教育費国庫補助金6811万3000円は、前年度と比べ4329万円の増となっておりますが、主な要因は33ページに移りまして、節5、社会教育費補助金で歴史地域史跡等総合整備活用事業補助金によるもので、これは八代城跡被災石垣保存修復業務に対する補助でございます。次に目6、消防費国庫補助金節1、消防施設補助金の827万7000円は、避難所整備補助金でございまして、一時避難所などで実施する落下物調査業務に対する補助でございます。続きまして項3、委託金でございます。目2、民生費委託金3247万9000円は、節1、社会福祉委託金の基礎年金等事務費交付金が主なものでございます。34ページをお願いします。
間15、検出金でございます。項1、県負担金、目1、民生費県負担金で29億3427万5000円を計上しております。まず節1、社会福祉負担金17億3807万5000円でございますが、これは説明欄一番上の国民健康保険基盤安定保険税軽減分負担金一つ飛んで、後期高齢医療保険基盤安定負担金、これも同様に保険料軽減分にかかるものでございます。また次の障害者の生活介護にかかる介護等にかかる障害者自立支援給付費負担金などが主なものでございます。次に施設に児童福祉負担金11億7820万円でございますが、これは私立の保育所運営費負担金児童手当負担金が主なものでございます。続きまして項2、県補助金、目1、総務費県補助金1259万1000円は、坂本町の大平発電所及び泉町の五箇荘発電所2箇所分の熊本県電源立地地域対策等地域対策交付金が主なものでございます。35ページに移りまして、目2、民生費県補助金では3億2172万6000円を計上しております。前年度と比べ1億1211万6000円の減は、28年度の介護基盤緊急整備特別対策事業補助金1億1600万円が全額減となったことが主な要因でございます。節1、社会福祉補助金の主なものは、説明欄上から3番目の重度心身障害者医療費助成事業費補助金でございます。次に節2、児童福祉費補助金の主なものは小学生の放課後児童クラブに対する放課後児童健全育成事業費補助金や、その下3つ目多子世帯子育て支援事業費補助金でございます。36ページに移りまして、目3、衛生費県補助金では7955万2000円を計上しております。節1、保健衛生費補助金5787万3000円では、乳幼児医療費助成事業費補助金が主なものでございます。また節2、生活環境費補助金2167万9000円は、小型合併処理浄化槽設置事業費補助金が主なものでございます。次に目4、農林水産業費県補助金では6億2401万2000円を計上しております。前年度に比べ2億914万円の減額は、主に節1、農業費補助金において37ページになりますが、上から3つ目の熊本県農業農村整備事業補助金が5473万4000円の減、また中段より下、少し下の記載の多面的機能支払い交付金事業補助金が6051万円の減、また農地耕作条件改善事業補助金が5675万円の減と、それぞれ減額となったことなどによるものでございます。一方、新たなものとしまして一番下に記載の育成収穫期導入支援補助金がございます。38ページお願いします。節2、林業費補助金5668万7000円でございますが、主なものは林道の舗装整備にかかる道整備交付金でございます。節3、水産業費補助金500万円は水産基盤整備交付金で、これは八代鏡津崎において二枚貝等の着底を促進する事業への補助でございます。次に目6、消防費険補助金では3707万5000円を計上しておりますが、主なものは消防団活動に必要な資機材、被覆等の整備経費などに対する球磨川水系防災・減災ソフト対策等補助金分でございます。続きまして39ページお願いします。項3、委託金、目1、総務費委託金1億8794万4000円を計上しております。前年度と比べ8192万4000円の減は、節4、選挙費負担金で平成28年度の参議院議員選挙委託金
7461万5000円の減が主な要因でございます。また主なものは設に徴税費委託金で県民税徴収事務委託金がございます。続きまして40ページお願いします。下から2つ目にあります木5土木費委託金1040万4000円でございますが、前年度と比べ534万6000円の減の要因は、28年度に5年に1度の都市計画基礎調査委託金が計上されていたことなどによるものでございます。41ページお願いします。間16財産収入でございます。まず項1財産運用収入、目1財産貸付収入2182万6000円は、土地建物貸付収入や日名郡埋め立て地メガソーラー貸付収入、自動販売機設置料が主なものでございます。次に目2利子及び配当金1382万2000円は、説明欄に記載しております各基金の利子が主なものでございます。42ページをお願いします。項2財産売払収入、目1不動産売払収入1億1420万円は、八千代地区土地区画整理事業保有地の売払収入が主なものでございます。次に間17給付金でございます。項1給付金、目1総務費給付金で3億1146万円を計上しておりますが、前年度と比べ2億5024万円の増となっております。主な要因はふるさと納税であるふるさと元気づくり応援給付金を2億5000万円増加したことによるものでございます。続きまして43ページの下の表をお願いします。間18繰入金でございます。項1基金繰入金の主なものは44ページになりますが、目5八千代地区土地区画整理事業基金繰入金8195万3000円、目6ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金6987万6000円、45ページに移りまして目8まちづくり交流基金繰入金4707万4000円、目10市有施設整備基金繰入金として環境センター建設業に充当します20億円、目11教育文化センター建設基金繰入金として平成29年4月からパトリア船長内に八代市公民館を整備する事業に充当します1億5302万3000円などでございます。続きまして間19繰越金でございます。平成28年度からの繰越金を前年度同額の10億円計上しております。46ページお願いします。間20諸収入でございます。まず項1延滞金加算金及び過料でございますが、目1延滞金で前年度の決算見込みから450万円を計上しております。続きまして項3貸付金管理収入の目1総務費貸付金管理収入で2316万2000円を計上しております。市が地域総合整備財団の支援を得て民間事業者に無利子の貸付を行っているものに対しての元金返済分である地域総合整備資金貸付金元金収入が主なものでございます。47ページに進みまして目3農林水産業費貸付金元利収入で2485万7000円を計上しておりますが、これは平成27年度から3カ年事業として実施している事業である山村活性化支援対策事業の貸付金返還金でございます。次に目4商工費貸付金元利収入で5億円を計上しております。中小企業経営安定特別融資預託金元金収入をはじめとする各預託金の元金収入でございます。続きまして項4雑入でございます。目5雑入では3億1614万1000円を計上しております。48ページお願いします。主なものとしまして、まず設に消防団員等公務災害保障等共済基金収入で消防団員退職報奨金、次の設3公営住宅共益費などでございます。その他設8雑入で
2億1,556万6,000円を計上しておりますが、主なものは説明欄の上から順に、スポーツ振興区助成金はテニスコート人工芝張り替え修繕の経費に充当するものでございます。また生活保護費返還金、熊本県市町村振興協会市町村交付金、熊本県後期高齢者医療広域連合派遣職員の給与負担金、49ページに移りまして上から2つ目の清掃センターにおけるアルミニウムと再資源化物販再資源化物販売代金納付金などのほか、中段にございます広域交流地域振興施設旅客物産館やその4つ下の日名子温泉施設万平湯東湯納付金などの指定管理者からの納付金がございます。最後に50ページお願いします。間21地裁でございます。まず項1地裁、目1総務裁は19億5710万円でございまして、使用財源の不足分を補填します臨時財政対策債19億2960万円が主なもので使用財政計画を反映したものでございます。次に目2民政債は4570万円でございまして、公立保育所施設整備事業で軍畜潮風保育園屋根改修工事にかかる記載対象額の 95%、 4130万円が主なものでございます。51ページに移りまして、目3衛生債は56億6290万円でございまして、設1生活環境債の環境センター建設事業で環境センター建設事業費から国庫補助金及び施設整備基金を除いた額の 95% の56億5760万円が主なものでございまして、前年度に比べ34億9860万円の増でございます。次に目4農林水産業債は3億9730万円でございまして、設1農業債で主なものは上から順に昭和地区等の県営経営体育成基盤整備事業負担金の 90% の8360万円、第二軍地区地区の県営排水対策特別事業負担金の 90% の5980万円、郡西地区等の県営海岸保全事業負担金の 90% の1560万円、そして一番下の食肉センター解体事業では解体工事費の 90% の1億2110万円でございます。次に施設に林業債の主なものは道整備交付事業の交付金事業の4830万円で、これは林道の開設改良などの事業費から県補助金を除いた額の 90%、 720万円と 100% の4110万円の合計分でございます。次に目5商工債は4520万円でございまして、設に商工債4080万円はハーモニーホールの空調機器入れ替え及び空調中央監視板改修にかかる経費の 95% でございます。次に目6土木債は17億4140万円でございまして、設1道路橋梁債の主なものは一番上の市内一円道路整備事業で歩行空間バリアフリー化推進事業費、道路新設改良事業費、橋梁改修事業費の 90% 分、災害防除事業費の 100% 分、坂本東洋泉地区の道路新設改良事業費の 100% 分、その3つ下の東西アクセス改良事業で 95% 分など合わせました8億7570万円でございます。52ページお願いします。施設に河川債は日名具の大坪川改修事業ほか 11箇所にかかる市内1円河川改修事業で県出資金を除いた額の 90%、 3130万円が主なものでございます。施設3港湾債は八代港の国直轄事業より重要港湾改修事業にかかる県営事業負担金の 90% の2億9870万円と、港湾施設改修事業は鏡港の各地浚渫工事の事業費から国庫補助金を除いた額の 90% の4800万円でございます。次
次に節4、都市計画債の主なものは、南部幹線道路整備事業の 95% の4790万円、西方西宮線道路整備事業で国庫補助金を除く 95% の3860万円、八の字線道路整備事業で国庫補助金を除く 90% の4130万円、一番下の八千代地区都市区画整理事業で国庫補助金を除く 90% の1億8780万円がもろもろでございます。次に目7、消防債は6980万円で、消防施設整備事業の被災対象事業費から県補助金を除いた額の 100% の5400万円と、防災行政無線整備事業の被災対象額の 95% の1580万円でございます。次に目8、教育債は2億2830万円でございます。前年度と比べ1億9750万円の減は、主に次の53ページになりますが、節3、社会教育債の一番上に記載しておりますテニスコート施設整備事業、これまでのスポーツコミュニティ広場施設整備事業の事業費が減少したことによるものでございます。52ページに戻りまして、節1、小学校債の8440万円は、太陽小学校校舎及び体育館屋根改修工事費の 95%、 2340万円と、屋外トイレ整備及び屋外照明設置工事などにかかる小学校施設整備事業の 100%、 5950万円が主なものでございます。節2、中学校債7980万円は、屋外トイレ整備及び屋外照明設置工事などにかかる中学校施設整備事業の 100%、 7760万円が主なものでございます。53ページに移りまして、節3、社会教育債6410万円は、テニスコート整備事業で 95% の2150万円と、市民プール施設整備事業で 95% の2610万円が主なものでございます。次の目9、災害復旧債2億730万円は、広域交流センター坂本館及び坂本温泉センタークレオンの商工施設災害復旧工事費の 100%、 仮設庁舎プレハブリース料など市庁舎施設災害復旧事業の 100% および、新庁舎建設に伴う基本設計委託料の 100% でございます。以上、平成29年度八代市一般会計予算に係る歳入の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、ただいま説明が終わりました。お昼まであと5分少々ございますので、ここで審議するという部分はなかなかいかないだろうと思いますので、休憩をしたいと思います。午前中の審査を終了し、しばらく休憩いたします。午後は1時から再開いたします。